R-24、R-24、ロシア語は、ソ連で開発された、空対空中射程誘導ミサイル、空、対空中射程誘導ロケットである。設計局名称は、K、K-24、で、開発は、機械設計局、ビーンペルによって行われた。主として、ミ i g -23 後期型で運用された。NATO コードネームは AA、AA-7。 APEX, APEX, R-23 と同じな投稿度であるが、全くの別物である。誘導方式は、セミアクティブレーダー誘導による終末誘導と電波指令誘導による中間指令誘導の組み合わせであった。また、赤外線誘導のものも同一名で存在するため、冷戦中の西側諸国の情報拡散に成功していた。 R-23 として正式採用された K-23 はソ連発の本格的な中距離空対空ミサイルであったが、ボキレーダー性能の限界もあって、アメリカ合衆国の AIM-7F スパローミサイルに遅れを取る結果には、ソ連では K-23 の開発に並行して旅客した AIM-7F をコピーした、 K-25 ミサイルの開発も行っていたが、スケジュールの遅れと、K-23 の完成により計画は破棄された。そのため、ミグ -23 に搭載する候補となる、駐車艇ミサイルは、R-23 を搭載するミグ -23M が、ソ連空軍に正式採用された1974年の時点では、R-23 の他に、ソ連には存在しなかった。 AIM-7F を搭載する回 -4E ファントム E 戦闘機を決定的に氷河するため、ミグ -23 のさらなる改良が必要となった。改良型機には、新しい R-27 駐車艇ミサイルの搭載が望まれたが、1974年の時点で、それはまだ計画の域を脱していなかった。そこで、すでに完成していた。 R-23 の欠陥を補った改良型の中射程ミサイルの開発が決定された。R-23 の完成作業過程において断定されたことは射程の延長にはナビゲーションシステムによる飛行機能の大幅な近代化が必要であるということであった。R-23 では弾道ミサイルのような弾道上の目標の迎撃が実現されていた。 しかしながら、ミグ -23 の搭載した RP、RP-23、サプフィール23レーダーでは長距離の索的、照射能力に限界があり、従って、ミサイル自体の飛行距離を延長したとしても、攻撃可能距離の向上にはおのずと限界があった。また、R-23 では、母機からのレーダー破傷者の反射を必要とする、セミアクティブレーダー誘導弾頭か、 誘導手段は用意されていなかった。レーダー派の照射は、ミサイルの発射直後から目標への命中まで行わねばならず、レーダー派が目標に当たって反射してくることが求められたことから、レーダー性能がミサイルの発射距離を厳しく制約していた。これらのことから、シーカー誘導による目標の迎撃に最終ミサイルの射程は目標から十分に距離を取れていたとは言い難かった。 ミサイルの射程と命中精度の向上のためには何よりもまず母器のレーダー波の反射を利用する自動誘導弾頭による飛行時間の短縮が求められたがそのためには自動誘導に切り替わるまでの飛行に際するミサイルのナビゲーションが必要とされたこの中間誘導を可能とするため新たに電波による指令誘導が導入されることになった これは目標へのレーダー波の反射が必要とされないため、結果としてミサイルの発射位置をより長く取ることができると期待された。これに加え、母機のレーダー出力の向上とミサイルへのより高感度の自動誘導弾頭の搭載が図られた。R-23 を搭載する MIG-23M が正式採用されるのに並行して、1974年1月9日から、 将来の近代航空兵装の検討が指示された。新しい兵装の完成は R-23 を開発した VA プストボイストフ率いるブーンペル設計局で行われることとなった。1975年新しいミサイル系 -24 の概要が明らかにされた。このミサイルは新しいセミアクティブレーダー誘導方式ーの自動照準誘導弾 週末誘導装置、目標捜索装置 GSN を備えていた。このシーカーは、対誘導拡乱能力と迎撃距離を強化した、セミアクティブレーダー自動誘導弾頭、反射電波の受信装置、RGS-24、9バイトから1022で、あった。なお、RGS はロシア語で、レーダー自動誘導弾頭の頭文字である。セミアクティブレーダー自動誘導弾頭を装備する。 玉体は製品140と呼ばれた。RGS-24 では、レーダー波の反射を捉える団体自体の自動照準による終末誘導飛行を10秒間続けることができた。最初の計画では、新しい自動誘導弾頭には、トッパーズ M が採用されることが考えられていたが、実現されなかった。また、最大限の効果を得るため新艦の変更が行われた。 より強力なエンジンが搭載され、これにより射程は R-23 の 35km から 50km まで飛躍的に向上することとなった。こうした数々の修正により、ミサイルの基本構成は大きな変更をこむることとなり、弾体は大型化された。そうした中で最大の変更点は主翼であった。主翼の5編は、 K-23 で、多摩対中央線に対して垂直であったものが、前方へ傾斜した前進翼型の形状に変更された。翼は、大小合わせて12枚が装備された。また、内部構造も変更され、対 G 性能も5から 8G に強化された。団体の先端部分となる、第1区画は、自動誘導弾頭の搭載区画とされた。第二区画には、近接新幹。 スクボレーツ、ムクドリの糸、自動操縦装置、タービンジェネレーターの特殊化薬アッキュムレーターの作動装置がうまく収められた。また、中間指令誘導に用いる電波を受信するためのアンテナも設置された。第3区画は10メートルの破壊半径を持つ作薬と予備機関を搭載した中枢部分となった。固体燃料を使用する PRD-287 ガスジェネレーター。 ロケットエンジンは第4区画に収納された。第5区画はノズルに囲まれた区画となっており、そこからジェット噴射によって推進力を発生さる駆動、および団体操縦区画となっていた。赤外線誘導方式による派生型も開発された。開発時には製品160と呼ばれ、改良された赤外線探知機 TGS-23T4 を搭載していた。 TGS とは、ロシア語で、温度誘導弾頭すなわち、赤外線誘導等のことである。このシーカーにより、R-24T は、前任の R-23T に比べ大幅に、向上した、標準誘導能力を獲得した。R-24 は、改良型ミサイル発射装置、APU-23M に装着された。R-24 は、 前任の r 二十三に比べ大幅に能力が向上されていた。とはいえ、r 二十四には弾道ミサイルの迎撃能力が付与されていたが、搭載する近接進艦では高い効果は期待できなかった。弾道ミサイルへの効果的な攻撃には弾体の直撃が必要であったが、r 二十四にはそのために必要な高速目標に対する高精度の標準能力は、 備わっていなかった。ミサイルの設計と発射試験は短期間に終了した。しかし、この新型ミサイルの正式採用は、これを搭載する予定のミグ -23ML やミグ -23P の配備の遅れのため1981年まで、ずれ込んだ。K-24 のレーダー誘導型は、R-24R、赤外線誘導型は、 R-24t として正式採用となった。i g -23ml に搭載された R-24 はレバノン内戦時に南レバノン上空での実戦に投入され満足のいく結果を残すこととなった。1982年ガリラヤの平和作戦によりイスラエルの軍隊が南レバノンに侵攻するとレバノン戦争と呼ばれる。 大規模な戦闘状態が発生した。この空域で行われた空中戦では、シリアのミグ -23ML が、自軍の損失なしに、イスラエル国防軍の F-153 機、回 -4 を1機撃墜したことが記録されているが、イスラエルの記録では、回 -15 の損傷1機、回 -4 及びクフルの撃墜核1機となっており、他の報告は、 多くの F-16 に対する報告とともに確認されていない自兵器の運用状況、能力の研究のため現地にオブザーバーを送っていた。ソ連側では空中戦における多数の戦果を記録している。特にこの4機の撃墜はロシア語資料では必ずと言って良いほど言及さる。一方、イラン・イラク戦争ではアメリカ合衆国を中心に r R-24 は引き戸目標も撃墜することのできない失敗策であるという評価も見られる。これは、同国の入手した情報によれば、この戦争中40から100発程度の R-23、R-24 が発射されたにもかかわらず、撃墜はわずかに4機であったためである。なお、別の情報によれば、r 十四によって、回マイナス e が二機。 回マイナス 5E が一機、撃墜されたことになっている。このうち、1986年2月13日に、ミグマイナス 23ML によって、回マイナス 5E が撃墜された件については、双方で確認されている。シリアでは、ミグマイナス 23MF が1982年6月11日に、R-24R で、イスラエル国防軍の E-2C マイナスを一機、 撃墜したという情報があるが、ミグ -23MF は R-24R を運用できないので疑わしい。1988年9月28日には、第120戦闘飛行連隊の2機のミグ -23MLD が、それぞれ1機ずつ、イラン空軍の R-1JC コブラを R-24 で撃墜したことが確認されている。 つまり、ソ連軍のパイロットは引き動目標に命中させているわけで、イラク空軍の運用成績は、ミサイルの能力ではなく、むしろ、イラク空軍の低い技術水準により、適切な状況で発射されていなかったことに起因する可能性がある。ソ連のアフガニスタン侵攻では、2発の R-24 が使用されたとされるが、敵機の撃墜には至っていない。ソ連側の記録によれば、 ミー二 -23MLD が1機の F-16 戦闘機を撃墜しているが、これは R-60 赤外線誘導ミサイルによるものである。アンゴラでは、R-60 と R-23 もしくは、R、R-24 の組み合わせで、南アフリカ共和国空軍のミラージュ海一戦闘機を1機撃墜したと報告されたが、 この機体は後に修復されている。ソ連崩壊後の1992年4月には、ロシア防空軍のミグ -23MLD が、R、R-24 で、グルジア空軍の SU-25 を撃墜したという情報もある。後に、R-24 は改良され、R-24M と呼ばれた。この方には、 対誘導拡乱能力を強化した自動誘導弾頭が搭載されていた。レーダー誘導型は R-24MR、赤外線誘導型は R-24MT と呼ばれた。R-24 の製造は、ミグ -23 後期型の製造に並行して行われ、1985年には終了されたとされる。R-23 R-24 ミサイルの運用と製造の歴史上重大な出来事となったのが1976年のベレンコ注意亡命事件であった。この事件により当時の国土防空軍の最新 A 迎撃戦闘機であったミグ -25P の全、シテムが西側に明らかになってしまった。そのためミグ -25 に搭載される電子機器やミサイル兵装の解説計作業が急遽。 早められることとなった。そうした中で、ミグ -25P の搭載レーダーが、ミグ -23 搭載の RP-23、サプフィール23の発展型である、RP-25、サプフィール25に更新されたことは特に意味深かった。これに伴い、搭載ミサイルも改め設計された、R-40D となった。このミサイルには、 R-24 の搭載する自動誘導弾頭 RGS-24 をとにした新しい自動誘導弾頭 RGS-25 が搭載された。解説計作業を経た新しい MIG-25 は MIG-25PD と呼ばれ、それまでの MIG-25P に代わってソ連の防空任務についた。一方、 これに準じたシステムを搭載する MIG-23 の発展型は前線戦闘機 MIG-23M として空軍に採用され、その迎撃戦闘機型となる MIG-23P も開発、MIG-25PD を補佐する迎撃戦闘機として国土防空軍に配備された。MIG-25PD と m i 2 3 m l の完成までは、 空軍の運用する前線戦闘機と国土防空軍の運用する迎撃戦闘機には能力面において比較的明確な線引きがなされており前線戦闘機には迎撃戦闘機よりも一般に能力の低いシステム、兵装が採用されていた。しかし、ミグ -23 のシステムをもとにミグ -25 のための改良研究が行われた結果、その研究成果が ミグ -23 の技術革新にも反映されることとなり、迎撃戦闘機ミグ -25 と前線戦闘機ミグ -23 のシステムが一元化されるという結果が生じた。ミグ -25 における研究が進んだ結果、搭載レーダーが能力を高めたものに革新されるなど、ミグ -23 搭載システムの研究開発も促進され、 搭載する R-24 においても、より能力の高いシステムの搭載という形で影響が及ぶこととなった。全体として、R-24 の完成は、ソ連のミサイル開発史の中の一つの重要な契機となった。ソ連空軍の前線戦闘機は、R-24 の装備によって初めて、これまでは国土防空軍の迎撃戦闘機しか持っていなった。 アメリカ合衆国の軍事用語高度飛行物体を遠距離から迎撃する能力を得たのである。この能力を得たことから R-24 を装備するミグ -23P が迎撃戦闘機として国土防空軍へ採用となったといえ、これ以降次第に迎撃戦闘機と前線戦闘機という枠組みは曖昧になっていった。R-24 に対して北。 大西洋条約機構、NATO は特に NATO コードネームは付与しなかった。これは R-24 がソ連においてこうした意味で重要な位置にあったにもかかわらず、西側ではそれを十分に認識されていなかったことを意味している。西側では前任の R-23 の能力も過小評価していたが、能力向上型の R-24 もそれと区別することをせず、 一括して、AA-7、Apex の NATO コードネームで呼んでいた模様である。これは、R-24 が大型化され、形状にも変化が生じたとはいえ、当面には、同じような形態であるため、外見を重視する NATO の識別基準からすると、同じようなものと区分されてしまったものと考えられる。なお、解分類では、R-24R、 t に対してはそれぞれ a-7c a、d というコードネームが用いられていた。r-24 は実戦結果を見る限り大成功を収めたミサイルで、あるとは言い,いが太陽である。しかし、非距離ミサイルに中間指令誘導を取り入れたという経験は、後の r-73 などの成功の礎を築いたと評価される。中間指令誘導方式は、 初期の指令誘導ミサイルを除き、それまでは、もっぱら長距離ミサイルに使用されるシステムで、中、短距離ミサイルでは、この機能は不要であると考えられていた。非長距離ミサイルとして、それを採用した初期のミサイル R-24 においては、それは単に射程距離の延長という、目的でしかなかった R-73 では、中間指令誘導システムの搭載により、 真横の目標を攻撃するオフボアサイト攻撃能力が実現され、ソ連製の空対空ミサイルとしては、初めて明白に西側製の同クラスのものを量がる、性能を獲得したのである。R-24 以降、非長距離ミサイルにも、中間指令誘導システムを取り入れるという方式は、次第に一般的になっていった。R-24 は、 ソ連後期の主力駐車艇ミサイルとして R-23 と併用される形で広く使用された。レバノンでの実戦使用のように海外での運用実績もあるが、どの程度輸出されたのかについては明らかでな。ソ連国内の配備団体については、ソ連崩壊後はロシア連邦やウクライナ、ベラルーシなどミグ -23 後期型を運用した独立国家。 共同体各国に引き継がれた。R-24 は結局最後まで R-23 と併用され、ロシア連邦では1997年にミグ -23MLD が退役するまで運用が続けられた。ウクライナでも2000年代初頭にミグ -23MLD が退役するまで運用された。 その他の国については明らかでないが、ミグ -23 の運用できる、最も高性能な中距離ミサイルは R-24 であったとみられることから、ミグ -23 後期型の現役時期を通して運用が継続されたものと考えられる。ミグ -23 が退役すると、R-24 は他に運用する機体がないため廃棄処分されたものと見られている。 後継型ミサイルとしては、同じく、B インペル設計局によって、R-27 が開発された。ミグ -23 の後継機となったミグ -29 や、SU-27 では、R-24 は運用されず当初より、R-27 が搭載された。また、回収型のミグ -23 から98などでも、R-23。 R-24 に代わって、R-27 やさらに新しい R-77 が搭載できるように設計された。R-24RT は、主として以下の航空機に搭載された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。